こんにちは。こんにちは。永田照治のパワーアップ神奈川です。はい、私は神奈川県議会議員の永田照治です。茅ヶ崎テレビの岩田あかりです。この番組は茅ヶ崎の不動産屋さんティーズエステートよりお送りしております。はい、照治さん、はい、今年もやってきましたね。はい、永田照治的、はいはい、今年の重大ニュース、前身のパワーアップ茅ヶ崎の時代から、はい、そしてパワーアップ神奈川になってからも、はい、毎年年末にね、本当に私の主観で選ぶ重大ニュースということで紹介させてもらってますけども、はい、まあ、今日収録している日が12月の23日ですけども、はい、その時点で私が選んだ重大ニュース、はい、ちょっとご紹介をさせていただきたいなというふうに思います。はい、はい、それでは、はい、ではまず第10位は、はい、まず第10位は、ラグビーワールドカップ第10位です。はい、盛り上がりましたよね。はい、やっぱり来年にオリンピックを控えていて、その前哨戦という位置づけでもあったんだけども、まあ、ある意味前哨戦だから、はい、どれだけ盛り上がるのかなっていう、ね、そんな気はしてたんだけど、もう日本中の人が ね、 ね、かなりこうある意味フィーバー、やっぱり日本チームがね、ベスト8に残るという、うん、あの大活躍しましたからね、非常に盛り上がったんでね、この雰囲気が来年の東京オリパラにね、つなげていきたいなということで、ラグビーワールドカップまず10位です。はい、はい、では続きまして、はい、第9位です。第9位は、これはですね、自転車保険義務化ということで、はい、まあ、神奈川県のね取り組みの中で、自転車保険義務化となりました。やっぱりあの昨今ね、自転車っていうのは昔はあの車に対して弱くて被害者被害者弱者っていうふうに言われてきたけども、まあ、最近の流れでいうと、もう自転車が歩行者を引いてしまって怪我させる、はい、まあ、ケースによってはね、あのお亡くなりになってしまうとか、はい、そんな中で、損害賠償の、ね、裁判に発展するっていうこともあります。まあ、そういうのにね備えて、自転車保険義務化っていうことになりました。はい、まあ、罰則がないとはいえ、まあ、これは意識をねこう啓発する意味で、大事かなというふうに思うので、はい、これ9位に取り上げさせていただきました。はい、はい、9位は自転車保険義務化でした。はい、さあ続きまして、はい、第8位は、はい、私が選ぶ今年の第8位、神奈川の鉄道網に大きな動きがっていうところでちょっと紹介させていただきたいんですけども、まあ、ずっとね、リニアカーのね、工事に関してはずっと、まあ、長い時間かかるわけですからね。でもそんな中で、神奈川県の中で、橋本駅の近くに、仮称ですけど神奈川県駅ということで、まあ、工事が始まって、まあ、いよいよまあ、動きもね、本当に動いてるなっていうことで、まずそのリニアの駅の工事が始まった今年っていうことと、あともう一個、はい、あの茅ヶ崎に私住んでるし、まあ、まあ県庁県議会に通うのが横浜なんで、はい、まあ、実際私自身はあんまり使わないんだけども、はい、相鉄がね都心に乗り入れをするようになったと、うん、いうこともこれはね神奈川全体の交通網から言うと大きいんじゃないかなと思って、そうですね、あの大和とかね、海老名とか、県央の皆さんのこう移動の選択肢が ね、 ね増えたっていうのは大きいんじゃないかなというふうに思いますよね。で相鉄のね泉野線の延伸がこう計画されていて、これがね、慶応の湘南キャンパスの方とか来る計画もありますので、まあ、そういうのもね今後期待をねしたいですよね。ということで第8位は神奈川の鉄道網に動きがということで第8位、はい、挙げさせていただきました。はい、では続きまして、はい、第7位です。はい、第7位は消費税 10% へ、はい、ということで個人的にはねやっぱりこう消費税が上がるっていうのはまあいろんな思いがあると思いますけど、まあ社会全体の中でね、はい、みんなで支え合うということで消費税 10% ということで、まあ、税率がね
アップしました。で、ついてはね複数税率軽減税率で、まあ、食料とかねそういうものは 8% のまま据え置きということで、スタートしたんですけども、まあ、これがねどういうふうにね来年以降のね日本経済にこう影響が出てくるのかなっていうところも注目で、まあ今すぐにどうこうっていう、こういきなりガラっていうわけではないんでしょうけど、まあねやっぱり税制を変えるといろいろ経済に影響出てくるのは事実なんで、まあ来年の影響なんか、まあ、そのあたりもね、注視していきたいなということで消費税 10% へということで、7位取り上げさせていただきました。はい、はい、続きまして、はい、第6位です。はい、第6位は、やまゆり園の指定管理者の見直しっていうことで、まあ、記憶にもね、新しいその津久井やまゆり園で本当に凄惨な殺人事件があって、はい、まあ、それからいろいろね、まあ、なんていうのかな、こういろんな関係者の皆さんのね努力を進めているところではあるんですけども、まあ、このやまゆり園をねこう運営を県から委託されているのが、はい、神奈川協同会という法人なんですけども、うんうん、まあ、そこに委託を任せるのを期間をね、はい、早めるということを先日の12月の県議会で、まあ、唐突に発表したんですよ、うんうん、で、まあ、いろいろこう課題はあって議会の方からも、うん、その協同会という法人の方にどん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 余剰金が積み上がっているという、まあ、ことがあって、はい、ということはなんかこう県民がこう県民の公金が入っていて、それを必要以上に節約して溜まっちゃってんじゃないのっていうようなことがあったりとか、あと入所者の扱いで、どうなんだとか、まあ、パラ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 いろんな話が出てきて、で議会の方からもこう見直しって必要なんじゃないかってずっと言ってたんですよ、うんうん、ところが黒岩知事の方はやっぱりいろいろトータルで考えて、はい、やまゆり園の指定管理は協同会に任せると言ってきたんですけども、本当に先日の12月の議会で、まあ、唐突にこう見直しますと、短縮しますと、あら委託の指定管理の期間を短くしますって発表して、で議会の方もまあやれやれって声もあったから、うんうん、そこはね、異論はないんだけど、なんで急に変わったのかとか、あと議会のこう質疑を経て変わったというわけじゃなくて唐突に発表したその手法に対してどうなんだとか、まあ、いろいろありまして、まあ、先日も委員会審議がいろいろあったということで、まあ、これ6位にね県の話題ということでご紹介させていただきました。なかなか一般にはねこう認識の度合いが高いかというと、どうなのかなというふうにも思うんですが、うん、まあ、県の話題としては非常に、ね、気になりますね。そうですね、ニュースバリューのあることなんで、まあ、今後にもいろいろその指定管理を受けている法人もいやそんなこと言われても、うん、急には受け入れられないっていう、まあ、そういう反応は、まあ、当然出てくるでしょうし、うん、でこうなんていうんですかね、第三者的な目から見て、はい、こういう問題があるよこういう問題があるよという、これも一面事実なんだけども、うん、ある意味その利用者さんとこう、うん、職員さんの中で人間関係っていうのはやっぱ出来上がっているわけですよね、うん、そこでこうガラッと変わってしまって、じゃあ人も変わってしまったら利用者さんの利便性っていうかね、まあ、その使い勝手という点で、どうなんだろうっていうところも、対象は人ですからね、まあ、これからそうなんです。なのでこれはねまた来年も大きな課題になってくるということで、6位やまゆり園の指定管理者見直し、知事が発表ということで取り上げさせていただきました。はい、はいはい、続きまして第5位。はい、第5位、年末に向けてね県政絡みで大きな話題がバタバタと続いたんですけども、はい、この5位も県がこう預かる情報の流出ということで、まあ、皆さんニュースをこう見た方もこちらの方はかなりトップニュースにもなったんでご存知の方も多いと思うんですけども、神奈川県が使っているコンピューターを、はい、富士通リースの方からリースを受けていたんですね。
でリース期間が終了したので返しましたと、はい、で、まあ、通常の手続きであればその富士通リースから下請け受けていたブロードリンクっていう会社が、はい、適切に情報が流出しないようにハードディスクを破壊するという作業をやって、はい、ことは完結するというはずだったんだけども、うん、その処理が非常にずさんで、うん、ハードディスク自体の管理もずさんだったので、まあ、一部ね悪意のあるそのブロードリンクの社員が逮捕もされましたけど、うん、盗んでオークションに出して お小遣いにしてたということで、うん、でこれが情報量でいうと当初、うん、世界最大級のね情報流出とまで言われたんですよね。これは本当にねひどい話です、ね、大変な話で、ただ結果的にはハードディスクは全て回収されて、現時点において被害の報告はないということで、それは不幸中の幸いではあったんですけども、やっぱり情報をね県民また県内のね、企業等々いろんな情報を預かる県としてはこれは大いに反省しなきゃいけないということで、これがね、うんうん、例えば一お客がねこうリースを受けてて返しました、はい、でその、まあ、例えば富士通リースブロードリンクが、うんうん、不適切な処理で流出しちゃったっていうことであれば、うん、お客としてねとんでもないじゃないかってこう怒っていい立場、うんまあ、なんだけど、やっぱり神奈川県、まあ、富士通リースとブロードリンクに対してはそれは怒り心頭だとは思うけども、ただそのお客の立場で正にしていいそれで終わりってわけではなくて、やっぱり情報を預かる立場としては認識が甘かったということですよね。で今後は先行機って、破壊する機械をもう県庁の方に入れて、もう県の職員さんが改善されたんですね、やると、今後の方針、今後の対応としてはもう自分たちで壊すと、ハードディスクを壊すということを表明されましたので、まあ、当然といえば当然ですけどね。でも素早い対応で、はい、ということで、まあ、これもね世の中騒がせましたので、強引にハードディスクの情報流出ということで取り上げさせていただきました、はい、県政の話題がね、ちょっと続きましたけど、じゃあ続いて、はい、続きまして第4位は、はい、第4位は、私たちが生活する、まあ、私ね選挙区茅ヶ崎ですけども、はい、まあ、当然茅ヶ崎に住んでますが、茅ヶ崎の話題 で、はい、私市議会議員の時からもね、ずっと言っていた提言していたことの一つに、はい、中学校の給食、うん、でこれが茅ヶ崎は従来、中学校給食はなくてお弁当でやってきた、はい、で日本全国的に見ると中学校給食っては普通で、むしろ神奈川県の方が得意だったと、はい、うん、まあ、そんな過程の中でいよいよ茅ヶ崎もということを言ってきた、このパープ茅ヶ崎の時代から、はい、パープ神奈川になっても取り上げてきたんですけども、はい、この12月に入って、はい、まあ、市長の方から行政からですね、はい、デリバリー方式で検討を進めていくという発表がありました、うん、で今後いろいろね、なんていうんですか、その市民の皆さんのご意見を聞いたり手続きを進めていって、はい、まあ、4年程度の後には実施できればと、うん、まあ、明確にいついつやるという段階には今ないんですけども、うん、まあ、そんなような話でしたね。まあ、これはね大きな前進かなと、従来はねもう中学校給食やりませんというのが茅ヶ崎のスタンスだったのが、まあ、ここで大きく具体的に動き始めたということで、まあ、地元ネタということで第4位中学校給食茅ヶ崎でデリバリー方式でということを取り上げさせていただきました。はい、はい、では、はい、ベスト3で、はい、なんですけども、あ、はい、国際ニュース全然、まあ、入ってないんですよね、うん、ですのでちょっと番外っていうには国際ニュースを、ね、番外扱いするのも失礼なんですけども、ちょっとここで、はいはいはい、国際ニュース取り上げたいなと思います、はい、まずね日韓関係が非常に、うん、まあ、悪化したまんまですよね、
いろいろ元徴用工の問題あったり、慰安婦の問題あったりとかいうことで、まあ、いろんなこうぎくしゃくした関係が続いているというところですよね。で、まあ、私もね、今の政権の方針は支持しておりまして、まあ、一回ね決着したものをまた後でこうブツブツ言われるっていうことが続いちゃうとじゃあいつまでねこの問題続いていくんだっていう話になるのでなんか難しいですよね。そうですよね、はい、まあ、あのなかなか今後もね、ほぐしていくっていうことは難しいのかもしれないんですけどね。あと言うとあとそのイギリスがね、もう EU 離脱の方向性が大きく出たと、はい、いうことで、なんていうんですかね、もうこの問題ずっとこう こじれてまして、ある意味なんていうのかな、離脱するにしてもしないにしても、こう方向性が出たということを歓迎しているのが国際世論みたいですよね。あの出るんだか出ないんだか分かんないっていうのがもう周りの、まあ、どっちなんですかっていうのが、そうはっきりそれがもうあの困ってたみたいなんで、じゃあまあ出るっていう方向が決まったならそっちに向かっていきましょうということで、一定のね国際世論もまあいいんじゃないでしょうかっていうことですよね。ただやっぱりね EU の統合って壮大な実験だったんで、それが今後またねどういう影響が出るのかっていうのも注目ですし、あとやっぱり米中関係もね、来年も注目ですし、あと香港情勢いろいろあります。まあそういったところもね来年また見ていきたいなと思いましたので、番外というにはあのね国際情勢恐縮だけど、ちょっとここで入れさせてもらいました。はい、はい、ということで、じゃあベスト3に行きます。はい、じゃあ第3位です。はい、第3位は、台風15号19号相次ぐ大型台風襲来ということで、まあ15号は風台風、はい、そして19号は雨台風ということで、15号の時はね横浜の方で、あの堤防が決壊して工業団地が水浸しになったりとか、あとは鎌倉で孤立した地域に自衛隊がね、はい、復旧に入ったとかあったりして、はい、で19号の雨台風の時がね、城山ダムの緊急放流があったり、で実際に相模原の方ではねお亡くなりになった方も出るとか、大きな被害が出た、まあこれから日本のね気象も亜熱帯化してるから、はい、こういう大型台風がね、雨台風にしろ風台風にしろ、こうもっと頻度がね、来るんだろうという備えをしなきゃいけないということを本当に痛切に感じた、意識が変わる、ね、ですよね。そうでしたね、はい、まあ、そんなあの台風の大型のね2つの台風だったので、まあ議会の方でもねこれは本当に何度となく取り上げたし、あと生活の復興のために、制度を新設したりとか取り組みもしましたので、第3位に取り上げさせていただきました。はい、はいはい、それでは第2位です。はい、第2位はですね4月、はい、統一地方選挙がありまして、はい、私おかげさまで県議会に、行かせていただくことになりました。はい、本当ありがとうございます。昨日のことのように、そうですね、なんか あっという間のような気がしますけどね。8ヶ月ほど前ということで、まあ、23,574 という、まあ、本当に、多大なるご支援をいただきまして、はい、しっかりね、皆様のねご支援をこう恩返ししなきゃいけないということで、今委員会所属の方は防災警察助任会ということで、はい、防災、治安警察案件、まあ、そういったことをこう取り扱ってますけども、来年もね、またしっかり、来年はまた5月に委員会の所属の委員会が変わりますけども、まあ、それはそれで、自分のこう、まあ、今こう入れたらいいなっていう委員会ありますけども、こう皆さんとの兼ね合いなんでどこになるか分かんないですけども、発表できないんですか。いやそれはまだそうなんです、はい、しっかりやっていきたいなと思います、はい、ということで、はい、第2位でした。はい、最後です、はい、じゃあ第1位です。はい、第1位はですね、もしこれがなければ今発表した統一選挙第1位だったと思いますけども、はい、やっぱりこれ日本全国の人に関わるということで、はい、
天皇陛下が即位をされて、はい、まあ、上皇陛下がですね、退位されて新たに、陛下が即位をされた、それに伴って、令和に改元をしたということがやっぱり大きいだろうということで、とても考えが良かったですね、はい、そうですよね、うん、平成31年まで、ね、平成をこう積み上げてきて、でここから令和ということで、はいはい、うん、まあ、大きなこう関わりのある、うん、もう全国民に関係あるので、やはりこれは第一位ということで、うん、はい、天皇陛下の即位と令和改元、はい、取り上げさせていただきました。横元と、ね、いろいろあった2019年でしたね、うん、そうですよね、はい、まあ、いろいろあったけども、ま、毎年それなりにね、まあ、いろいろありますけどね、うん、来年もいろいろあると思いますが、何が、あるか、2020年、はい、何があるんでしょう、まあ、東京オリンピック、オリンピックもあるし、パラリンピックあるでしょうし、どうなんでしょうね、相当高い確率で衆議院選挙もあるのではないかということももっぱら言われてますし、それがいつのタイミングなのか、オリンピックの後なのか前なのか、うん、いや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 、年が明けて通常国会冒頭かとかね、いろんなことを言われてますけどね、なるほど、うん、まあ、いい年になればまたしていきたいというふうに思います、刺激的な年にはなると思いますよ、そうですね、はい、ということでね、はい、私が主観で選んだ2019、はい、今年のね、これのね、重大ニュースということで、はい、発表させていただきました、はい、それではまた見ていただきたいと思います、はい、それでは皆様、良いお年をお迎えください。